ばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。この配信見れる人は見れるのかな。なんか人によってね違いますからね、生活が。だからこの時間いつも夜見えないけど、この時間始まってすぐにめっちゃ喋ってる始まってすぐにめちゃくちゃ喋ってる。いつもこの時間、いつも配信、私の配信見れないけど、この時間だったら配信見れるよって人もいるよね、きっと。って信じて配信をします。メイクをする。なんか適当に5分でなんか5分もなしぐらいでファンデーションやったらすごく嫌な気分。すごいいいと思ってやったわけ。嬉しいさん、いいね。眉毛をやります。かわいい、ありがとう。暇でさ雨全然ですよ。割と晴れてるよね。割と晴れてる。雨降ると思ってた、びっくり。なんだよなんだよって感じ。ちなみに今日ずっとスプラトゥーンしてた。スプラトゥーンしてたんですよ。ハマるね、あれ。でも一生できない、マジで。なんかさ、クリアみたいなあるじゃん、土管みたいな入るやつあるじゃん、ま、土管はマリオか、なんて言ったらいい、マンホールに入るか、マンホールに入ってやっていくんですけど、マジ一つクリアで6分とかかかるんですよテルさんいるわ。6分とか、そうかかるの私で、2回目ぐらいで2分50秒ぐらいそうで、びっくりする。えみたいな、こんな時間かかるみたいな、びっくりします。これ一般的にさ、どんぐらいがさいいのかわかんないけど、わかんないけど、よし、6分とかもかかるんですよやばいよね。披露したい、ガチで。多分見せられない、多分。さきさん、しずくありがとう。でもね、多分見せられないんですよ。持たない、画が持たない。天気大丈夫、めっちゃ晴れとる、雨降ってないと思います。降っとんかな、この天気で。わからんわ。東京の方があれなんだね。なんかね、台風の影響でなんか休みますとかあるらしいですよね。びっくり。なんか全然、今日は電車が止まることを見越して。あ、そうなの。そんな広島そんな感じじゃないの、びっくりなんだけど。今からなのかな。ふたらさん、ファイトありがとう。え、言葉出さずにプレイしてる、はとか言うよえみたいな普通に出ちゃう。え、雨、風全然強くないよ。あ、そっちなんだね、きっと。じゃあ広島とかはそんななのかもしれないね。24日に行くよ、6月。え、ありがとう、名乗ってね。完成したの、あらあらあら、もうすぐ晴れるよ。ドゥルルルドゥルドゥ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 ルルドゥ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 。あ、じゃあそちらへんなんだね。そちらへんなんだわ。そうなんだね。トウカさん行けるじゃんね。どうしようかね白子行かないですよ。大阪楽戦あったから。えー、マジマジマジ、そういうこと。嬉しいような寂しいようなだね。さきさん、ハートありがとう。4日昼もトレードで当てました。あ、天才、よろしくね。テスト延期、お、勉強できるね、それじゃ頑張って。飛行機で行く、ありがとう。
そういうことは言わない。猫になれんかった、天才になれなかった。どういうこと、どういうことだろう。スプラトゥーンさ、マジでさ、これ多分数踏むしかないんだろうなって思う。なんかさ、教えてもらっても多分なんかさ、教えてもらうとかじゃない気がする。あれもはや本当に数踏むしかないなって思う。別に話戻るけどね、本当に風踏むしかないね。あれはチーカーだよ。一回だけ行ったことある、去年行ったんですよ。でも何も買えなかった、人多すぎて踏み入れることさえもう結構困難ですか。びっくり、トレード外しちゃったのか。明日のボーリングの意気込み、特になし、楽しみにしてるよって感じ。去年はなんかあれだったんですよ、去年めっちゃあの何なんていうの、去年はさなんかさ道がさ、そんなあのなんかあのコロナの対策で道がなってなく、道までやってなくて本当に数個ぐらいしかなくて、ちょっとの道しかなかったので、そう人がこって返してたんですよ。でも今日は結構、今日からのやつらしい。タクケイさん、レンボースターありがとう、かわいい、ありがとう。経験値か、やっぱりそうか。明日のボーリングどうしようかね。なんかもうどうにでもなれって感じ。でもなんか噂によると私には景品ないけどっていう話は聞きました。出店？ファルコの周りにも出店が出るの？すごい。いいね。何があるの？行きたいな。山太郎さん結婚してありがとう。太郎さんに、いや女の子になりますね、ありがとう。頑張ったでしょ、送りたい、ああありがとう。無条件に今ハイライトをつけました。ファン対抗なのか、優勝したらソロ公演とか言う商品出してほしい。何言ってんの贅沢、そんな贅沢言わないのそんな贅沢。でもファンの人にはっていうのは聞いた。なんだろうね、サインとか。でもなんかね、聞いた話だとなんか意外に長くてびっくりした。なんかさ、去年もさ、去年じゃないわ、去年か、去年のスペイベの水族館とかも30分ぐらいだったんですよ。だからびっくり。ハイタッチしたい。ハイタッチできなさそうだよね。できないと予想。今回長めなん、長めなんじゃない。まあ今回スペイベ1個だしね、しかもボーリングだしね。でもマスクありって言った。昔ペイビー2時間、2時間はエグいわ。いいね、幸せじゃん。オッケー、何も見ずにやったけど、オッケー。タラタラさん、お花ありがとう。シェイシェイみたいな花、なんだっけな、この花の名前。
思いですね。ガータ落ちないようにとかやってほしいよね。ないのか。謎解きの時マヒナさんのチーム2時間ぐらいやってたって聞いたなるほどね、謎が解けれないとずっとできるのね確かに確かに、なのか分かんないけど、あれどこに入れたっけ。あったあったあった。4日のコンサートのために広島向かって徹夜して内輪感染しました。あー、あの公園来てくれるの花だれ、ありがとう。ファール、サッカーじゃないんだからサッカーじゃないんだから。いつも残業中なの。よく残業中、今違うか、なんだろう。アイドルって涙袋必須じゃん。で涙袋書くじゃん。うん。必須じゃん。でもさ、普段はさそこまで書かないわけじゃん。でもなんか普段というかさ、なんかアイドルじゃなかったらそこまで書かないじゃん。でも書いてしまうようになってさ、涙袋の重要性を知ってしまってさ。抜けられないよな、涙袋っていう。足がライン越えたらファール。あ、そうなの？越えないようにするね、それは。ありがとう、教えてくれて。知らなかった。今日も大好き。え、やったね。嬉しい。ありがとう。あ、タブレット、そこだ。ちょっと返信。普通に配信、私結構やっちゃうので、みんなは気づかないと思うけどさ、私さ配信でさ LINE 来るじゃん。 LINE 来た時うんうんとか返信しちゃう。ここで言葉で言っちゃう。ずっと反応し、マジよろしくね。綺麗になってきた。やったやったね。明日も大好きです。お、予告編ありがとう予告編だね。返信しちゃう。だからさっきもリネちゃんにうんって言ってた。あれ、もういいや。4日の昼公演トレードでも外れた。悲しさ、悲しみ。横？何て言ったらいいの？ちょっと待ってて。姉ちゃんに説明をしよう。昨日ね、美穂ちゃんから LINE があったんですよ。で何かなと思ったら、ゆなゆながボーリングのやつツイートしてたじゃないですか。あれ練習しに行ってんの可愛すぎるって、連絡が来た可愛いんだって。これここは、よし、来た。ダブルカーマって可愛いって来た本番頑張ってねって来た。
私やったことなくてさ、初めて行ったんです。楽しかった。滝松さんありがとう、ありがとう。8時とかにもさ返信来てて、あ頑張ってるんだと思って。私はさ何時に起きたっけ、10時45分の時に起きたのに。何ポンド使った？何が？お金？しおりんさんアジサイありがとう。ボーリングやったことないから面白かった。一緒じゃん。息をする心 MV 何回で OK 出ました？たくさん踊りましたよ2日間。あでもね、なんだろう、なんだっけ、本来のダンス MV じゃない方はほぼなんかね3日間ぐらいに分けた撮ったらしいんですけど、メンバーがねそう分けられてて、私とかは本当にあのバスリズム撮影後に撮りに行ったぐらいでした。だからボーリングの球か、あー何本だ分かんないや。なんか指が3本の一番低いあの軽いやつにしました。学生の頃とか友達と行かなかったんでね、ボーリング。なんか嫌な言い方。ボーリング行かなかったですよ。行ってたのかな周りの友達、知らないですね。そう、私の周りは行ってなかったんじゃない？え、どうなんでしょう、聞いてみようかな友達に。でも私の友達多分行ったことない子、やっぱルイは友呼ぶだ。絶対ボウリング行ったことないと思うって思ってたら行ってるパターンあるよね。でもメンバーとかも子供会で行ったって言ってたよ。子供会で行って、ま、行ってた、やったことがあるぐらいだよって言ってた。だからなんだと思って、そんなもんかと思って、そんなみんなバリバリボウリング行ってましたじゃないんだと思って。香川ボウリング場ありますよ。何を言ってるんだ。何を言ってるんだ。満点は何点だ、10点ですか。ええ、そう、その全部10セットやったってこと。なんかねママにね、ボウリング行ったことあるよって言われたんですよ。ママに子供会でボウリング行ったことあるよって言われたけど、私マジ行ってない、絶対行ってないし。でもなんかママは私がやってたことは覚えてないけど、そう子供会なんとかさんがいたよみたいな。でも私行ってない、絶対行ってないでしょ、絶対行ってないです。私だって記憶にないもん。しかもなんかボウリングの時はすごい記憶にあって、行けなかった記憶しかないんですよ。だから行けなかったって記憶があるんですよ。ってことは行ってないじゃん絶対。見て、香水チーカンシール貼った、香水を入れ替えた、この中に。だからなんか出ないんだよねこれ。真空にしないと出ないの。出ちゃった、いきなり出ちゃう。これちょっとつけすぎちゃった、汗。家でゲームする、あーね、なんか家がそんなに近くなかったんだよね友達とっていうのがある。電車でとか車での位置だったから。風で遅れてる、うわー、どうなっちゃうの。バイト頑張ってね。何のバイトしてんの。みんなのバイト事情聞きたい。なんかどんなバイトしてたか、こういう経験がありますとか、なんかさバイトでこういうことやっちゃったみたいな話聞きたい。好きなんだよそういうの。いやさ、失敗じゃなくてもいいよ、自慢話でも聞きたい。隣の家が遠かったのか。いや友達の家が遠かった、友達と違う地区に住んでた。
同じ市に住んでいる子は少なかった。 なんて言ったらいいの、わかるわかるかな、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんていうのが説明したらいいんだ。塾で数字学を教えてる、えやば、市にも教えてよ。まあ使わないんだけど。パワー系ばかり、塾で英語教えてる人と数学教えてる人がいるんだ、このルーム。天才じゃん、頭いいじゃん。すごい。テスト受けてお金もらうバイトしてた。どういうこと？あー、あのなんかテスト受けてってこと？なんか体験者ではないけど、教えたいです。嬉しい、教えてくれるの？すごいね、いいね。子供と触れ合えるじゃん。触れ合えるって言い方おかしいか。小学生、中学生、いいね。バイトって割いい、なんか割なんかあれがいいっていうよね。わかんないけど、バイトじゃないわ、塾のアルバイト、いいね。英語の模試作るためのテストモニターみたいな。ああ、なるほどね。それは頭良くないとダメなの？そんなことない。テニスのコーチ、私にも教えてよテニス。私マジできないんだよね。でもするとことないからいいか、やっぱ大丈夫。練習したとて、いっぱいまつげ抜けた、いけちゃうんだよな。英語教えたことあるけど何々すぎて初回の担当外された。そうなんだ、そんなことあるんだ。そろばん教室私行ったことない。そろばんできない。でもさ、ちっちゃい子供生まれたらさ、そろばん教室行かせたいなってめっちゃ思うよね。めっちゃ思う、行かせたい絶対。あとなんかね、わかんないけど記憶力がめっちゃ良くなる、記憶力なんだろうっていう、なんか教室みたいな、クモンの、クモンじゃないやつみたいなのがあって、それ絶対行かせたいと思ってた。なんだっけな、忘れたわ。また子供生まれた時に思い出そう。絶対行かせたい。森地を作るバイトどっかにあるんじゃない、知らんけど。カセットコンロに引火しちゃってぼやって起こしちゃいました。ぼや起こしちゃいました。それは結構ヤバみ。ドトール応募したけど落ちた。そうなんだ。それはドトールいいね。でも落ちちゃったのか。塾時給高いけどそんなにシフト入れられないから微妙。ああそういうことか。ああね、日雇いのバイトにハマってた。例えばバイト先の店長がアイドル好きでよくアイドル話してた。いいね。引っ越しのねバイトね、確かに大変だよ。だって荷物が重いよね。確かに。塾、時給1600円だけど週1コマしか入れない。ああそういうことか。確かに。でも兼用できるね。兼用したら大変なのか。1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8たす9たす10は習字は必須。確かに。そろばん得意、暗算早い。あそうなんだ、すごいね。し数字弱いんですよ、早くないんですよ。だからさ、あのさ 13-7 とかちょっと考えるもん。 13-7 は 7-3 は4だから6だってんってなるタイプ。これのあの人なんずっとこうなんだよね。ずっとこうやって計算してるからずっとこうで、ずっとこうやって考えちゃうんです。なんかめっちゃ遅いです、パッて出てこない。そうでも困ってないから別にそれでまあいいんですけど。別にテストで悪い点を取ったわけじゃないし、数学でなので大丈夫だと思うけど。水泳教室、料亭のバイト、おいしいもん食べれるの？ワクチンの受付めっちゃ楽だった。そうなんだ。
そうだよね、人の荷物ね、傷つけちゃダメだもんね。13-7 で7-3は4で、だから 4は6だから、4は6っていうか 10-4 は6だから6って考え、ずっとこれだから私引き算のその 14-3 はとかだったら11ってすぐ出るけど、その 15-7 はって言ったら7-5は2で2は8だって考えるこれそう、この考え方なの。だからちょっと遅いんでしょ、ワンテンポ人より遅い私絶対。刻ん苦手。バイト代はうーん、おだかつ楽しいよね。そう、こうやって考えてた。みんながさ引き算早いのとかさすごいなと思ってた。私ずっと苦手だったから、これしか考えられない。だからこういう計算してるとね、時々ねおかしくなるの、なんかあれみたいな、違う答え書いちゃうことある、なんか混ざってわかんないけど。派遣でお姉さんとパンフレット作って配るやつ楽しかった。私もやろっかな、パンフレット。いや、なんか一回はさ、私握手会とかさ、あれやってみたい。握手会、あのあれやりたい。そう、それあのコンサートのやりたい。コンサートのグッズとか絶対大変だろうけどやりたい、味わいたい。20×20 まで覚えるらしい。19×19 とか面倒いやん、最悪やん。おたとものリア友が、おたとものリア友がバイトしててあったってこと？因数分解とかそういう考え方だよ。うん、パン屋やってみたいです。あ、でもやっぱいいかも、パン屋。最近パン屋で働きたいとか言ったけど嫌になってきた。そうね、広島行くだけでお金かかるよね。そうだよね。お話し会の受付お姉さん相当口説かれてるよ皆さんに。そんなみんな絡んでダメだよ。そうなのか。見たことある、私がファンの時にさ、なんかそのスタッフのみたいな人とさすごい仲良くなってさ、メンバーと話よりもすごい楽しそうにしてたファンの人覚えてるもん。なんか面白いなと思って見てた。ループするからね。そうね、ループするからね。よし、まつげ好調。先日うちの森末が大変お世話になりました。私何もしてないよ、むしろお世話になってます。こちらこそです。なんだろう、なんかしたかな。ありがとうございます。なともさん、ハートありがとう。スタッフさんと話すの無料ですからそうだけど、今日も可愛い。やった、チーク塗ったように見えないね。もうちょっと塗る。
意外といい感じだった。配信で見るよりこっちの方がいい感じ。まつげ、いい感じいい感じ。ワンツーシーフォーよろしく、ファイシックセブエなんとか。いつの間にか安否同盟の名手になってたか。もう少し頑張るね。え、そうなの、なんでなんでだろう。どうやって運営の人が勝手にあれしたのかな。私運営の人をあれ名手にしたんだけど、運営の人が亡くなっちゃったのかな。ガワさん、静かありがとう。目だ涙うるうる、涙うるうる、ん、意外な本も読む。涙うるうるしない本。昨日さ、私寝る前にさ本読もうと思ったの、でも読む本なくてさ、なんか全部読む気になれなくてさ、じゃあ勉強しようと思って教科書開いたけど文字が一個に入ってこなくて、やめようと思ってスイッチをした。ポケモンしてストーリー的には進んでないけど強くなって、でスプラトゥーンして楽しんだ。いや、スプラトゥーン楽しい、楽しいよね。アンナの城また仮想戦でやめてよ。耐えきるされて泣いた泣いた。パンチウサギ、なんか流行ってるよね。あんまよく分かってないんだよね、そのキャラクターのこと。流行ってるなーしか知らない。えいやー、バトルしようぜ。なんかメイク終わったわ。ノヤマンとスイッチできるように頑張る。え、めっちゃ晴れてきたよ、やばない。めっちゃ雨だと思ってたよ今日。なんか前髪するか迷ってきた。しよっかな、しよっかな。どうも、晴れてきた、晴れてきました。キャワはテルさんの力すごいね。私晴れ女か、めちゃくちゃめちゃくちゃな晴れ女じゃない私。よいしょ、これしょ、よいしょ、これしょ。ファイシックセブエイト、シック、めっちゃ黙り込んでた。配信してないからね、めっちゃ受けたんですけど、びっくり、自分でも今びっくりしたよ。こんなにも静かになるんだね。わわわ、ビニール傘がやばい。あ、そうなの。マツダスタジアム今日あるんですか。カープ剣かわいい、ありがとう。私がいない間に私がいない間に可愛いわ、ありがとう。最近まつげが下がり眉なんです。困ってます。ほらめっちゃ下がってない、下がり眉じゃない、すごい悲しい。困ってるな、困ってる。コーチ弱め。そう、まつげギュンギュンなんですよ。リトルマンメイドあるんですか。え、なんか実写化されますよね。ね、え、いい、まつげ
やった。おパンチウサギは HKT さんの研究生で流行ってるキャラクター。でも全国的に流行ってるくない？なんか TikTok でよく見る。もう最近 TikTok もやばいよ。びっくりするぐらい見ちゃう。ずーっと見ちゃう。みたいな。とても美しい。ありがとうございます。でも名前だからそんなやらしい意味ないですから。なんか音源みたいなのあるよね。見続けるとなんかそろそろやめた方がいいよねってやつ出てくるよね。どういうこと？どういうこと？やりすぎてるってこと？ほらありがとう。ショート動画の魅力がイメージわかんないから。そうなんかハマなんかね、なんか何がいいとかじゃないんですよ。なんかずっと見れちゃうっていう、なんか目的もなくずっと見れちゃうっていうのがあるかな。なんかわかる？なんだろう、なんか別になんか何か得られるわけでもないし、何か強くなったりとかするわけじゃないですけど、すごい、なんだろうね、いいですね。アイドルが踊ってるやついいね。興味があるやつ、そうで、どんどんこれ気になるものはずっと見たりいいねをしたりするじゃん。そしたらもうね、好きなやつしか出てこない。もはや作業それな。YouTube 目的あって見る。あ、そうなんだね。そう、見出すとエンドレス。そうね、ほんまに作業って感じ。でも最近パンダがめっちゃ出てくる。俺、僕ペットの TikTok、 あの、ね、かわいいね、猫のやつとか、あとウサギもいるんですよ。私の推しメンウサギもいて、なんか踊るんですよ。踊るウサギが好きですね。あと最近パンダをめっちゃ見るし、でもアイドルはめっちゃ流れてくるかな。うん、猫、ね、むしろそういうのしか見てないから、流行ってる音源は何も知らない。何時間も見れちゃう。ツイッターか。ツイッターね、何見たらいいか最近分かんなくなってきた。ツイッターね、でも自分を調べちゃうから。待って、充電できてなかった。悔しい。急げ。赤ちゃんね、いいね。気になることができるからね、 TikTok。 すぐツイッター飛んでとかで見ます。トゥルルトゥルルトゥ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 ルルルトゥトゥみたいなやつ。トゥルルトゥルルトゥル。インスタの子猫のショート動画。そう、インスタ、そうなんだ。前いつだっけな、なんかの時に渋谷行ったじゃん。なんかの時というか、あの、なんだっけ、なんか名刺渡し会の時に渋谷行ったじゃないですか。あの時に移動最中に TikTok の人いたんですよ。なんかね、 TikTok でなんかなんだっけ、なんかの T シャツ着て、なんか渋谷の交差点周りをなんか結構いろいろなんかインタビューしたりする人いたんですよ。で、私知ってたけど全然わかんなくて、やっぱなんか動画で見るのと全然違う風に見えるというか、普通に意外と馴染んでるように見えて何も思わなくて、でスタッフさんが、あれさ TikTok のさあれじゃないって言われて、すごーってなった。
東京会えるよ。でもね、ですよ。一瞬一瞬やってきた。ダブダブ T シャツ流行ってるの？知らない。社長と赤ちゃんの会議みたいなの面白い。え、知ってる、それ知ってると思う私。そう、スタッフさんが言ってた。あれじゃない、本当だーと思って、後から、あ、本当だーと思って通り過ぎた後に。私 YouTube の切り取りめっちゃ見る、めっちゃ見るわ。そうだった、 YouTube の切り抜きめっちゃ見る。最近新しく好きな YouTube さんがいて、でも言わないでおくわ。 その人たちの切り抜きが面白い。でもそんなに動画上がってないから、まだ全然もう全部見終わっちゃって終わってます。あのね、短いんですよ、だからすぐ見れるって。短いのいいよね、長いのも好きだけど。ぐいさん、あじさん、ありがとう。怒らせたいという、知らないよ。ぐいさん、しずか、ありがとう。大阪の直接全部完売してそう。マジあれですか、あの買えなかったってことかな、落選が出たってことかな。この前京都駅で服を着た状態の服を着た状態の声はとても綺麗です、ありがとう。嬉しい、褒められて。あー、なんかちょっと違うわ前髪、ここが嫌んですね。落選出てたの、ありがとうございます、嬉しい。最高かよ、気に入って気に入って、最高かよ、来いって来いって、最高かよ、どんどんよろしく。私ね、あのね、めっちゃおすすめ、あのさ、なんだっけ、あのね、ヤーカズさんのダレシメンっていう動画あるんですけど、の都市伝説編あるんですよ。あれめっちゃすごいし面白いし、話が上手だから、まず聞きやすいから聞いてほしい。なんかそういうさ、都市伝説とか嫌いでもさ、聞いてほしいもん。一回そういう説あるんだと思って聞いてほしい。でもね、都市伝説ってね、聞いてもすぐ忘れちゃうんだよね、不思議だ。最近何のやつ出してたっけ、忘れちゃうんだよね。こうやって人間って忘れいくものだと思うけど、私結構人並み以上に忘れちゃうね。好きなアニメとかも割と忘れちゃう。やばいやばい。でも割と私ファンの人覚えてると思う、その割に。やったね。いいや、前髪諦めの巻。でもここで諦めたら嫌になるかな。いや、いいや、いいや、いいや、別にそんな何かあるわけでもないし。トゥルルルルルル、
よし、ケープの音ですね。ヤーカズさんのチャンネル、ダルシメンってチャンネルの都市伝説が面白い。めっちゃ面白いから見てほしい。大津さん、しずくありがとう。浴衣着て大阪行かなきゃ、待ってるよ。なんだっけな、あ、マリオの新作安比監督が実は来日されたんですよ。そういや言うの忘れてた。今日来日されて動画出来上がったので今日投稿しようかな、忘れないうちに。ドゥドゥドゥ、あ、日本人の洗脳計画っていう話。その GHQ っていうマッカーサーさんが来た時のその教育みたいな方針の話でした。ぜひちょっとご覧ください。ぜひ見てほしい。もう体育座りがいっちゃ楽やんって思うけど。そう、え、長い髪の毛がある、切るか迷う。めっちゃ視界に入ってくる。なんかさ、ちょっと初期感あるわ。なんか髪の毛が、こんにちは。どうかい、どうかい、初期かい。服着替えなきゃ、シワシワパジャマ、まだパジャマまだパジャマです。これはちょっとあの普通に乾燥機間違えてかけちゃってシワシワになっちゃったのでパジャマになりました。でも次洗ってちゃんと干せばパジャマじゃなくなります。いい T シャツに生まれ変わります。マダムホテッドさん、アジサイありがとう。ドゥルルルルルル、リオネルさん、初見ありがとう。 STU48 日生科学研出身のアンピーことカナダのです。よし、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ビジューすぎた、やった、ありがとう。私はスイッチをやりたいと思います。スイッチをやるんですけど、まだね、全然ね、全然進んでないんですよ。けどちょっとやりたい、やりたいので
何やるんスプラトゥーンですでみんなには伝わらない、悲しい。まずオルタナという学園ようこそってところに行きたいと思います。いろいろ使ってゴールをしましょう。さっきやったら6分もかかったんです。あ、3です3です。6分もかかったんですよ、やばくない？さすがにさすがにさ、ちょっとね、さすがに俺たちでも元気にやってこう。だってしかも結構全然無理なんですよ。乗ったままジャンプジャンプ、よしよし、ナイスナイス、よし。誰？かしわもちさん、しずくありがとう。仕掛けがいっぱいあるね、打ったりなんとかしたら、コツちゃん打ったらなんとかなんとか。え、はあ、そうだったんだ。これスポンジ、え、これさ、なんか右手もさ使うのマジで無理。うわあ、待って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 、危ねえ落ちるかと思った、危なっ。危な、マジ落ちるかと思った、めっちゃ危なかった。コントローラーあるといい。あー、そっか、缶詰だ。あー、危ねー、やめてー、くくく、違うの違うの違うの、判断が遅い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 ぞ、判断が遅い。やり直しになっちゃったえ、何これ、それ R、 この R を押してこのここ押すっていうのができない、どうしてもできないどうしてもできない、どうしたらいいのこれ、何なんこれ、怒ってる、うふせ割れなかった。乗ったままジャンプもできるぞ、よしよし、ナイス。あ、回りすぎた回りすぎた、もうできないできないできない、こっちだってうっすええっ、仕掛けがいっぱいあるね、これどこ行けばいいかもう分かってるんですよ、なのに全然できない。なんなんこれ、走るの遅いし、危ない、ナイス。これさ、なんかもう右手も使うしさ左手も使うしさ、ボタンが多すぎて無理無理しないしないし、ここまでいけるんですよ、こっからこっから缶詰のところは無理。じゃあ一旦隠れよう一旦隠れよう、よし。なんかこっち動かすのとこっちも動かしてここもあるのが全然違うから、これが無理。よし、ナイスナイス。マリオカートじゃないよ、スプラトゥーンです。ナイス、ペッペッペーン。いっぺんにやることが多い、あ、頭良くなりそう、これもう本当になんかいい意味で、全部いい意味よ。あー、危ねえ危ねえ、海に落ちるとこやった。どうしてもこれクリアしたい、よしよしよし、ナイス。あー、危なかったん？何これ、どうやってやるんだっけ、あ、ちょっとこれ、なんかさ、飛ばしたりか
飛ばさなきゃいけなかったりとかさしてさ大変なんだよね。ナイス。めっちゃ真剣、超真剣、ごめんね、超真剣すぎて。うん、待って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 、帰らないで帰らないで。え、どうしたらいいの。ああ、あった、ナイス。よし、一旦一旦いい感じ。ゲームの内容を想像して楽しんでる。ああ、ありがとう。え、なにこれ、どこ行くの。あ、もう行くとこないんだけど。あ、違う違う違う、え、どこだっけ。あ、ここだ。わーわーわー、踏んじゃった。太鼓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 、あぶねー、やめて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 。よいしょ、やーん、よし。鍵ゲット、鍵ゲット、どこに行けばいいんだっけ。鍵はどこ。あ、違う違う違う、あったあった、ありました、いける。これでちょっとコメントのスターの方で止めてた。あー、ちょっとちょっとちょっと、あー、もういける。ちょっと今回早いんじゃない。さっき私6分かかった場所なんですけど、2回目なので。よしよしよし、あれ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 、よっしゃ。エペ配信って何ですか。ひつ鍋に、あ、ひつ鍋やりたいね。ひつ鍋やろうよね、ひつ鍋やろうよ。あ、画面見せそうになった今。え、さっき何分出てきた。えー、見るの忘れた。何分出てきたか、悔しい。何分出てきたんだろう、見るの忘れちゃった。4分ぐらい、早い早い。2分も2分も早まってるよ。調べできるかな、こっち入ってるアカウント。あれしてない、そっちでやってこったらこっち来てない。変わっているからと後ろ指さされて笑われて。ジャキさん初見ありがとう。なんか通信中にエラーが起きましたって言われるので無理。なんでデータ引き継ぎメールアドレス、なんでやろう。いいや、トゥ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 ルル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 ル、何が間違ってるとか、何、ちょっとアカウントのあれをしなきゃいけないので少々待ちを。朝さんのショールームが始まった。ドゥドゥルルルルルル、あ、Wi-Fi 切ってた。そりゃ Wi-Fi 切ってたらさ、無理だわな。ウケる。Wi-Fi 切ってやろうとしてたわ。これ？ドア変わっているかと白指。見てきていい？朝さんの。私は？わわわ、私は？
これで私ゲームしたいんだよね。でもさ、これさ通じるやつないからさ、いつは変わっているからと白指刺されて笑われて、これでゲームしたい。パソコンのゲームできるようになりたい。これでなんかやりたいんだよね。し、あ、運営さんからなんかコインをいただいたよ。ゲームをするよ。何分がいい？似合うやん。ありがとうありがとう、ありがとう、ありがとう。やっほー、16時32分32秒ひならめやろうよ。32分0秒ひならべ。任せろり。32分0秒。あいつは変わっているからと白指刺されて笑われて、ドゥルドゥドゥル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 。白指刺さ笑われて、よし、いい感じ。踊らされて最後、あ、間違えた。オッケー、オッケーです。ちなもちさせたい。なんでそんなこと言うの。させないで。ウクレンバサラさん、アジサイいっぱいありがとう。虹が雲にかかって、君と君の気分が晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、ああ忘れられていない、覚えてる価値もない。危ない危ない、急げ。ルル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 。湘南の空さん、桜の咲さん、丸さん、大戦よろしくお願いします。お、ペコリー、私のカードにしろよ、メッシュカードにしろよペコリーじゃないんだよ。絶対これ私に合わせてきてくださった方だよね。せめては私のカードしろよ。マルさん、全部私ありがとう。ピヨシがいっぱいやったね。ありがとう、うどん。カード運良いんだけど、これ1位見える。1位見えてる。いや、ワンちゃん、こんなこと言ったら多分ダメなんだろうなと思うから、見えてない。でも、いや、ちょっと積んだ餅。積んだ餅。あ、いい感じ。ありがとう、うどん。口悪くないよ、これ本音だよ。だってさ、私とさ戦うためにさこの時間設定してるんだって、指定してやってくださってるんだ、私のカードにしたっていいじゃん別にって思っただけです。まあいいんだけどね、いいんだけどねいいんだけど、負ける気がする。マジ私勝っちゃうかも。じゃあ勝っちゃうかも。なんかマイク気にしてるけど何も入ってないから、これちょっとそれ風なだけ。ここトンネルさせて。あ、もうトンネルしたかった。なんで出すの。アスさんもね、アナさん、アナちゃんの通知取ってる。1位安否だ。マジえ、ナイスナイス。待って、出さないでお願い、出さないでお願い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 、出さないでお願い。いや絶対出すやん、出せれるやん。あ、迷ってるよ。忖度を受けた。忖度受け
んたくだん、やったありがとう、ありがとう、そんたくだん、ありがとうございます。できたアイコン準備したのに、ありがとう、嬉しい。あ、わーわーすぐバレた、普通か私し1位でした、おめでとう、忖度1位、安否のカード当たらないピエン。でも今日では安否のなんかなんとかゲットじゃん、ありがとう。1位川端アンナピ、2位マル、3位湘南の空さん、4位桜の咲さん、ありがとう。お強い、私は強くないよ。あ、もうちょっとです、すぐ100位以内入れれば、これすぐ入れちゃうわ。じゃあ次37分、3737、みな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 でお願いします。こちらこちら川端アンナ、川端アンナ、今ただいまお静岡の広瀬さんから結婚していただきました、よいしょありがとうございます。石並べぜひ入れてください、ジャスト0秒です、よろしくお願いします、お願いします。なんか聞いてる風、配信者っぽい、ありがとう、来てくれてありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あ、いた、いた、ありがとう、楽しそう楽しいです、ありがとうございます。じゃあいつだけでゲーマーみたい、ゲームしてるからね今、し並べしてるからウケる、何も知らん、私の世界では20秒、みんなの世界では、お疲れ様です、あじさんありがとう、 CM 出て、 CM ありそう自然淘汰ハマってる、大好き。私のカード全員正、マジ、私のカード全員、やった、ありがとう、イエーイ、ハチチさん、ウレタルさん、ヒロシ、SR さん、最高、対戦ありがとうぬ、やったね、天才、みんな自然淘汰のね、いいよね、自然出されること、わわわわわ、暴れちゃった、ただいまアンナ選手つんだもちです、みんな気を使ったな気遣え気遣え嘘ですよ、冗談ですよ、トゥルルルトゥルル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 ル、そんな順調じゃない、つんだもち、こんにちは、こんにちは、初見ありがとう、おぱよ、おぱよかな、おぱい、おぱ、ん、おっぱどうよ、あ、おっぱ、あ、だ、だおよ、だおよって名前、わら、わら、あくさん、あ、待って、勝てるんだけど、やば、どうしよう、待って、気づいたら勝てる勝てちゃうんだけど、忖度なしで勝っちゃうんだけど、上がっちゃったんだけど、1位だよ、忖度なしだよ、Can you say happy birthday, Jules? No happy day, but happy birthday?
ハッピーバースデー、ユー。やった1位、カマタンナピ、2位、ハテチ、3位、ヒロシ SR、4位、ウレタル、ありがとうございます。アンちゃんのハピネス、ありがとう、ありがとうございます。やった70位だよ。何出てて出てて出て42分、次42分やります。42分、ハロー。忖度する意味なかった、そんぐらい1位は私はやがったでしょ。にゃは、キャラ変したって思われそう。教えてって出た、あ、わらおく教えて。 My name is Anna Kamata STU48 Japan in 瀬戸内拠点、あ、センター活動、あ、 Do Play Play Idol Do Idol、Nice to meet you。おつさん、あじさん、ありがとう。お疲れ様さん、かわいい、ありがとう。拠点、僕のシェアハウス作る、いいね。シェアハウス誰とするのかな、いいね。あー、 say say happy birthday、 happy birthday じゃないわ、全然。 for my friend、 あ、誕生日、友達が誕生日ですか。42分です、友達 happy birthday?ですか。お、あ、お、あ、お、あだけで会話しようと頑張ってみる。笑い顔選手権、悲しい顔選手権、ハロー。 My name is Anna Kamata。 あぶねー、セーフ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 、ハッピーバーか、ハッピーバースデーフレンド、ユーフレンド、セーフ。あ、のりたまさん、おうつーさん、メガバイトさん、対戦よろしくお願いします。誕生日おとといでした、なんかください、私の誕生日なんかくれるならあげる。めっちゃ海外の方来るね、そういう時間なんかな。好きな人、好きな人、キュンです、キュンです、うれぴーうれぴー、ありがとう、また対戦しようね、よーチゲラッチョ、キュン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 、あー間違えたー、間違えちゃった。んちゃんちゃ。ちょ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 。ナイス。え、ワンチャン勝てるけどワンチャン負ける。絶対勝ちたい。絶対やめて。おいやセーフ。カカ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 。あ、間違えた。まあ、いいや、コン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 ナース、コン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 ナース、コン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 、ハロー、 I'm from インドネシア、オー、ジャパン、 I'm from ジャパン、 I'm from 香川、コン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 ナース、コン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 ナース。どうしよう、どこもつんだもちなんだけど、やめてー。ココ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 コナーズ、ココ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 ナーズ、ココココ、お願いお願いお願い、違うよ違うよ、スキピーチじゃないよ、もう違うよ、つんだもちつんだもち、お願い、ことしてー、ナイス。キノピオみたいになっちゃった、やった1位だよ。これつんだうちの効果がある、つんだうちって言ったら、
ありがとう。これはあんね、忖度じゃなかったよ全然。じゃないよね。ね、たまたまだ。やったー。1位カマタアナピー、2位メガバイト、3位オツ、4位ナリタマ。イエー。 Say happy birthday for my friend please. You are my friend. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear you friend. Happy birthday to you. 56分、あ、間違えた、46分。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん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 46分。あ、46分って言ったよね私。46分。大阪ヒルゼさん結婚してありがとう。お話会買います。七並べで当たったから、嬉しい、ありがとう。楽しみしてます。いいな、朝さんと会えるのも。私も会いたい。いいタイミングで会いに行きたい。いいな。46分って言ったよね。やるよ、いいの。46分でやるよ私。Can you say happy birthday for my dog? あー、犬にも言ってほしい。 No、 一回しか言えない。私 Happy birthday 一回しか言えない人間。 Oh, sorry。 話したいなら聞きます。ありがとう、聞いてくれ。油断できまい。ひろしさん、ちょっと待って。地方絶対結婚しようなさん。お化けの誰、ちょっと名前が見えない。お化けのマメタン、ありがとう。よろしくお願いします。絶対勝つからだって思ったら負けちゃうやつだから気をつけよう。こんにちは。私のカード2枚、ありがとうございます。カルタ、あー、イエス。おー、カルタ、カルタ、カルタゲーム。STU48 カルタゲーム。いや。大阪流星さん、いいね。ありがとう。ピンチなんだけど。ピンチなんだけど。ヤンカーさん、先生みたいな花ありがとう。先生。枯れて？こう、こんなんやらんか。つんだむち、つんだむち、つんだむち、出して、出して、出して、誰が出してないの？やばい、やばい、やばい。やばい、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 やばい。バイバイ、 See you。 うどんで決まり、ありがとう。イエーイ。マジ出せないんだけど、ガチで出せないんだけど、つんだむちなんだけど。ノー、私もノー、早く出して。出せないなら罰して。ゼフチョ、やばいやばい、早くお願い出せるよ。ノー、ね、私もやばいんだけど。あ、なんでふざけんな。あー、やったーセーフ。でも次は危ないから、お願いお願い、積んだ文字、ガチ積んだ文字です、お願いします。やばい、咳止めてんの。あー、ナイス、ありがとう。ナイス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 、ワン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 。アンピそこ出さないで。どこ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 、やばい、私終わる。積んだ文字、積んだ文字、お願いお願い、君にかかってる、お願い。ナイスナイス、お願い、まず次積んだ文字、もう私死んじゃう、死んじゃう、お願い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 、ナイスナイスじゃない、ナイスじゃない、ここ出して、ここ出して、こっちか、こっち、お願い、どっちどっち、ねえマジで。悲しい、パス取っちゃった。誰だ、汗止めてたやつと。なあ、悲しい悲しい悲しい。ボタンがないから嬉しそうなボタンしか押せない。ああ、この2人か、せき止めてたのは。1位地方絶対結婚しような、さん、2位お化けのまめたん、3位ひろしさん、4位かまたあんな、ありがとうございます。
ありがとうございます。ナイスアシストしたと思ったのね、本当に。よかったのにね、めっちゃいい感じでよし来たと思ったのに、あそこさえ出してくれればいけたのにな。止めてました。いいよいいよ、すいませんすいません。じゃあ次は51分、5151 1515でザマーでした。えザマーでした、マジザマーでしたって言われました。ザマーでした。ええわお、そんなこと言われるだなんて初めてです。愚痴ある私じゃないよ、私じゃないよ、ファンでしたよ、コメントだよ。びっくり、大将ありがとう。51分だよ。1515 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 1515
サマーの間違い、あー点々ついちゃった。サマー、ナイスサマー、あけあけあけてててててて、トゥ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 、あけ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 、トゥ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 、あと2回で奇跡を対戦できるかな。5-1必要なのかもしれない。いい意味って何？いい意味とは。ダムズさんたくさん会いたい、ほんまに会いたい、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 やー、お、すごい有言実行当たったね。3歳児さん、マルさん、マサさん、対戦よろしくお願いします。わお、ジョーカーを使うよ。なんと私ジョーカー2枚持ってます。でも1枚どっかに行きました。今ジョーカーがジュングリメングリしてます。ジュングリメングリ、ジュングリメングリ、ジュ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 ングリ、タラララララララ。いや、やばい、ジョーカー使わないと私やばいかもこれ。出す、あー危ねちょっと出すなーって言いそうになっちゃった。ねえ待って、なんで出すの？君だ君、そこは出す、出さないで。マジでふざけんな、みんなじゃん、マジでふざけんな、ガチでふざけんなよ。ねえマジでズッキンなってルル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 、はあマジでマジで、あー惜しかったのに。もう私負け確、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 確確確確確確確しかちか、うー悲しい、使えたのに。ああ、また対戦しよう。バーストしちゃった。サインだ。うわあ、ジョーカー。ジョーカーが出せなかった。みんなが連携プレイしすぎて。サイン。間違えた。1位3歳児、2位マル、3位川又アンナピン、4位マッサ。ありがとうございます。ああ、もうみんなの連携プレイがすごすぎて。ザマーでしたって言われちゃうわこれほらありがとう。いや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 、自分もあった、うん、あるあるやな。まあ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 言い訳メイビーやめましょう。どういうこと？メイビーメイビー好きなのかもしれない。55分いける？いけるか、行こう。
愛して切なってことほらありがとう。5回中4回再開。煽りスキルを手に入れた川又アンナ、今日絶好調だぜ。絶好調なんかもはや分からん。55分でやるね。 Say happy birthday for my friend。 さっき言ったよ、何回押せんのコメントありがとう。ついに本気出す、出しちゃう出しちゃう。ようやく本気本気本気モード。あ、私のカードだ全部。懐かしい子の写真、触覚がないもん、もはやもはやというか。京太郎さん、タンポポさん、サラさん、大戦よろしくお願いします。絶対勝つからな。いや、一番私が懐かしいカードなのか。カードそんな良くない。あ、なんか耳が悪くなりそう、耳が悪そうになってきた、なんかこもりすぎて。ずいぶん時間かかったね、まだ余裕だったのさ何言ってんのか分かんなくなった。本気出したいのに当たんない。みんな早く出しすぎじゃない、いつの間にかすぐ順番回ってきてた、喋ってる間に。ごめん、ちょっと待って待って待って、対戦ありがとうありがとう、どん待て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 。ジョーカーをもらうよ。ジョーカーをもらうよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 ルル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 ルなあ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 。でもちょ、おいいよー、お願い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 、ここ出して、ここ出して、ここナイスだけど、ナイスだけど、なんで1位なの。でもその人が出さないと私は上がれなかったので、まあまあまあ許そう。まあ本気出したけど2位でした1位京太郎さん、2位かまたアンナピー、3位タンポポさん、4位サラさん、ありがとうございます。ありがとう。俳優人に期待されないってすっごく楽なんだよね。よし、大戦ありがとうございました。ガチャ引こう。これガチャはさ、見せていいやつだよね、 STU のやつだから。ガチャ引きます。こちらどれ、こちら引きます、回します。あっ、あっ、あっ、あー、ココアさん、あ、え、あずみん、え、めっちゃよくない、このこれ、え、見える、見えてる、ココアさんとあずみんの SER で、 SER じゃない、 SEC だった。あ、え、いい感じじゃない、ほら、あれ見えない、あずみん、かわいい。かわいい。コインはね、1,100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 ,
これ、じゃあこれも回そう。アイコンガチャ、アイコンガチャ。あ、あ、あ、リカ、リカ、リカ、ユキリカじゃん。え、ユナ、ユナ、ユナ、ユキリカとユナちゃん出た。ユナな多いな。ずるい、私貯めてるだけだから。これは、これは別にずるでもらってもないからお金持ちなんよ。もう一回引く。え、誰も出ないとかある？メンバー誰も出ないわ。悪いわ、これは悪いわ。詐欺られた。うーん、詐欺られました。もう一回引くわ。あ、あ、あ、決定決定。
誰だ、ひな、ひなさんだ、嬉しい。交換状、交換状、交換状。トゥルル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 ちょっと充電してるから挑戦しよっかなって思います。振袖安否、そうなんですよ。どうですか、お気に入りだから、あのホーム画面みたいなやつにしてる。お疲れ様でした。次は勝てるかな。もう少しで100万、そうだね、もうちょっと貯めたらいけるかも。七並べ平均順位ないんだろう。確かに七並べ平均順位ないんだろう。ちょっと見てみるわ。 2.8 ってすごいね。でも私さっきので上がった気がする。あ、でも4位も取ったからな。微妙だな。 2.47 です。私 2.47 位です。まあいい方だね。わからんけど。まさやん試験ありがとう。 ST42 期生かまたおなです。仕事終わり、お気をつけて帰ってね。久々楽しかった、またやろうね。では今日は減っちゃれをやりたいと思います。七並びストリっていうのを変えないと。減っちゃれ、減っちゃれ。それでは広島大丈夫そう。やってるぞ。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、背を眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいない。息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在し
だりだったのに今も君に教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい、君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ、好きだ呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで、誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている、君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のまま変わらなくていいんだ、好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ、へっちゃれへっちゃれ成功中だよ、急がないと急がないと急がないと、うん、何の曲がいいかわからないよ、よしよし、へっちゃれすげ、へっちゃれすげ、へっちゃれへっちゃれへっちゃれ、頑張れ、やがて必ず届くこと、海流は知っていたんだ、オズさん、ベラーボールありがとう、タンポポさん、マルさん、オッパありがとう、ベガさん、ペンライトありがとう、ナオタボさん、ペンライトありがとう、オズさん、ありがとう、あ、思い出してよかった。人は誰でも大切なことを忘れる、あんなに熱く語り合った日々も色あせてくのさ、激しい嵐もいくつかの夜過ぎれば穏やかになる、ただ日常が広がるだけ、僕は今負けそうだ、自分のその無力さに心折れそう、夢をガラス今はちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかも、願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の純粋な気持ち、四国公園やりたい、おつさんペンライトありがとう、しおりさんペンライト、ポクレブサンサミラボール2個ありがとう、ラベさんもありがとう、遠く眺めて何回もついたため息、目指してた地は七つの海越えた、体にあるのか世界の果てが見えなくたって、海流はどこかへ向かう、自然の意志は諦めない、君をリスペクトする、当たり前の毎日に飽きることなく、夢がどっかの海原で筋
えますか。あー終わっちゃった、へっちゃれへっちゃれ 1.5 曲。へっちゃれ。オーマイガーだってだって、オーマーレレレレ。やるだけやったら今の自分にできること教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わないし、予算の中であの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。だよへっちゃれ 1.5 曲で終了しましたでござんす。まるさん音符ありがとう。たんぽぽさん音符ありがとう。深みどりさんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。音符いっぱい。大阪ひろしさん結婚してありがとう。しおりさんペンライトありがとう。うらべさんありがとう。以上へっちゃれでした。思い出してよかった、歌いたかったのね。ね、悲しいだけど片付けるよ。最近へっちゃれうまくいかないね。グーのね、シュガー、1グーのね、2グーのね、3グーのね、4グーのね、完璧グーのね。ヘイヘイヘイ、グーグーグー、グーのね出ないくらい魔法がなんとかなんとか。うん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 、ヘイヘイヘイ、グーのねやりたい、いつかいつの日か。トトトトトまでついていましょう。いい人がいいよなんて何のフォローにもまるでなってなかった。ルル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 ドゥドゥドゥルルドゥドゥルルルルルルルドゥルルルドゥ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 ルルトゥ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 、懐かしい。トゥ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 、
意外と公演曲振り覚えてるもの、意外と覚えてる。僕声めっちゃ覚えてる。僕体は全然覚えてる。どうだろう、デジャビューとか一番早いか。あ、トゥ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 、トゥ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 ドゥ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 アキバの振り思い出す。うえー、アキバの振りじゃん、間違えた。アキバの劇場行ったら思い出す。めっちゃ短縮しちゃった今。わーい、覚えてる。あれとか覚えてないよ。ま、あの真夏のサング、ドゥ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 、マジ覚えてない。ドゥ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 みたいな。ドゥ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 、マジ覚えてない。やばい、まあ、やばくないか。やるんじゃないかなと思って、思い出そうかなと思ってる。ということで今日もクレーパスタ開けていく、やっていこう。フォローありがとう。やってこう、やってこう。たくさんあるからね、開けていかないとね。アートレア、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 なんこれ、あかんのですけど、やっていこう。あー来ました、見えちゃった1枚。じゃあ見えちゃった1枚からオンバット配信が以外ではね、開けてないんですよ。開けてないの。そうなんだ。オンバットいっぱい持っとるよ私、多分結構いっぱいおる気がする。オンバット、大きな耳から超音波を出して餌の果物を探す。カジュッチを餌と間違えるって、カジュッチェってなんだろう、分からんけど。食わす？では次、でん、あ、お届けドローン、これも持っとるけど、お助けアイテム、素敵素敵、したかったね。では次、でん、ちゃんも持ってるから、嬉しい。デカヌちゃんの EX だよ、みんな SR だよ。やばない？やばい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 、やばい。今日誕生日おめでとう。ハッピーバースデーマサヤ、ハッピーバースデーマサヤ、おめでとう。ちょっと今からちょっと連絡する。え、めっちゃ嬉しい。あ、間違えた、めっちゃ嬉しいんだけど。デカヌちゃん嬉しい。中野ちゃん持ってるんですよ。で、中野ちゃんの種ポケモンなんだっけ、なんとかちゃんも持ってるんです。だから、え、めっちゃ嬉しい。中野ちゃんの EX だ、嬉しい。ガチ嬉しい。え、今日いっちゃ嬉しい。てか今日これしかしてないからね。そう、そりゃそうなんだけど。嬉しい、嬉しい。
あ、了解です。大阪で会えたら嬉しいけん。嬉しいね。よくわからんがおめでとう。そう、いいこと。 SR よ、 SR。 では次、ドン。ドジョッチ、初めて聞いたけど見たことある気がする。日本のヒゲは敏感なレーダー、泥で濁った水の中でも獲物の位置を察知するぞ、だって。ドジョッチ、なんかもうデカヌちゃん出たからもう何でもいいやって思っちゃうなんかさ、今いきなり首痛くなった。誰かに取りつかれたかもしれない。デカヌちゃん褒めたから。デッカちゃんじゃないよ、ドジョッチ。いやテンションテンションテンション。次、たぬぎ、た、あ、まじ、くぬぎま、くぬ、く、くぬぎだま、くぬぎだま、初めて見た気がする。あ、違う違う、この子知っとるわ。持っとるっけ。木の皮を重ね合わせて殻を分厚くするのが大好き。重くなっても気にしない、だって。なんか不思議な子だね。くぬぎだま、くぬぎだまさん、すごい説明文がおもろいね。重くなっても気にしない、スラバクチコワクチコ。デカヌちゃん声は今日は出ないんじゃない、もう。嬉しい、デカヌちゃん出たの。マジ嬉しいんだけど。クレイバースト、クレイバースト最後です。クレイバースト最後開けるの、悲しい悲しい悲しい。私本当に A 型なんかな、疑うわ。こういうのはハサミで開けるらしいんですけど、まあまあまあそれはいいや。では1枚目から開けていきます。でん、あ、投げつけ猿。これ持っとる、もっともっと、昨日出た。ピカチュウ出たよ。ああ、また来るかな、確かに。でもいいや、もうもっといいやつが、 SR とかアートレア、アートレア欲しい、マジアートレア欲しい。なあ、落とし鳥、胸の羽毛と抜け落ちた羽で作った袋に物を入れて高いところから落として遊ぶ。いや、超危険じゃん、超危険な遊びするね。でもなんか強いね、この子強そう。超危険、持ってる気がしてきた。落とし鳥なんか危険だね、危ないことするねって言ったことある気がする。次、あ、ニューラ、ニューラめっちゃ持ってるよ私。自分が目立たないように暗闇に紛れて獲物に襲いかかる、とてもずる賢いポケモン。ニューラ覚えてるもん、なんかさ、エトみたいだなと思ったけど、エトのネズミみたいだなと思って。ニューラ、次、ピカチュウ。またピカチュウが出た。ピカチュウ意外と出るね。そんなレアじゃないのかね、レアじゃないというかクレイバーストで結構割と入っとんやね。嬉しい、ピカチュウ。主人公なんか知らんけど。では最後の1枚お願い、アートレア、アートレア、アートレア、スペシャルアートレア。ゲアコマ、普段は穏やかな基礎とか戦いになるとフロマバランスが変わり攻撃的になる。ゲアコマかわいいよね、ゲアコマかわいい。そこら辺に歩いただけですぐぶつかる、ゲアコマ。嬉しいよ、嬉しいけどね、嬉しいけどね。スペシャルアートレアが欲しかった嬉しいよ、ややこもありがとう、来てくれてありがとう。デカヌちゃんの EX はでかいってやばいって。あーやったー、もう嬉しすぎる。やったー、デカヌちゃん嬉しい。ザマーでした流行る、私のルームで流行っちゃう。ザマーでした、流行っちゃうわ。やったやった、めっちゃ嬉しい、デカヌちゃんめっちゃ嬉しい、超嬉しいちょ超嬉しい。今日はあとは残りはね、クレイバーストが4セットあるのと、パラダイムトリガーの箱があるのと、
バイオレットの EX とスカーレットの EX があります。開封しますね。それまた後日。結構溜まってるんですよ。リアカードです。デザインすごい綺麗。それな、査定に持っていく。あー持ってかない、めんどくさい。持っていくまで歩くのがだるいのね。そんな、えー喉乾いた。うん、喋りすぎた。今日一生分喋った気がする。昨日と今日と一生分喋っちゃったよね。なんじゃも出したい。なんじゃも出したいです。そうなの。なんじゃもね、あの普通のなんじゃもは出たの。でもやっぱね、いいやつ欲しい。いいなんじゃも欲しい。まだ2時間も喋りっぱなしよ。私なんてやばくない？そんなことない。普通こんなに喋るの珍しい気がする。珍しいよ絶対。てか私さ、ライキンさ動画作ってツイートしようと思ったらめっちゃ忘れてて、めっちゃ もったいないことしたなと思って。ライキンのね、はいぜひ一緒にやろうみたいな動画撮ったんですよ。あげるの忘れてた。お水飲んできました。なんじゃも10万ぐらいする。多分そうそうそう。頭にコイルつけてる女言い方やだな。ピーチティー、美味しそう。ピーチティー、ピーチティーいいね。ピーチティー。あくびしちゃった。いきなりもう疲れが来ちゃった。早っ。あれ私のあの日焼け止めはどこかな。良さそうかな。ジムリーダー、 YouTuber のジムリーダーね、時代を感じるよね。プレゼント送りたいけど値段取ればバレない。調べられるんじゃない、知らないけど。どうなんだろう、わかんないや。なんじゃも初期金額25万2525。なんだびっくり。なんじゃも SAR 送ったらあのちゃん届くのかな。持ってるの。ナーラベリーマッチありがとう。アンピン、ホテルのお茶とかコーヒーパックとか持ち帰りますか？持ち帰ってたけど最近は持ち帰ってないな。飲まないから結局。テルちゃん。持ってるの？の目がキラキラしてた。中古品扱いでカード単品には無理なんじゃない？あ、そうなのか。そっか。でも私ファンの人でね、
なんかいっぱい食わす届いたよ。でもね、なんか袋めっちゃ入、なんかちゃんとした袋に入ってた。これ全部もらったんですけど、もらい物なんですけれども、なんかこんな感じにカード入れてくれて、くれた、届いた。ポケセンで買ったやつで、なんじゃもう2枚当たったの、すごい。これクワッス、クワッスの塊。あとはウェルカモとウェニバルもいるけど、集めているクワッスいっぱい。クワッスだけのデッキが作れるね。弱い気ね。なんかね、プレゼントとかでその検閲がダメだったやつは送り返されるか、その連絡が取れた場合、その送り返しましょうかって言われて、大丈夫ですって言ったら処分されるらしい。で、何ヶ月かその連絡を無視していたら、あれ、処分されるらしいよ。私の太鼓の達人、私さ、もし太鼓の達人一生出てこなかったらさ、運営さんに訴えようかな。もう買ってもらおうかな。クラス尽くし、楽しみだね。持ち帰る癖のあるスタッフさん、困っちゃう。そうね、連絡先とかなかったら確かにもう帰ってこないかもしれない。そうだよ、送ってくれてるんだからね。だから手紙届いてんだから、絶対届いてる。なくなったの。そう、ファンの人が太鼓の達人と動物の森を送ってくださったんだけど、なくなったんですよ。もうこれはショールームでずっと言ってる。ショールームでちょっと言っとこうと思って、言っとこうっていうか、ショールームで発見したの。え、届いてないよって言って、だからもうショールームの中では認知済みだから、もう認知の済みの話になっちゃうからあれなんですけど。おう、機密のゲームあるの知らなかった。ピカチュウのぬいぐるみの中何でも入れてくれ、ワンチャン届くかな、バレるんじゃない。金運設定10万とかにさ、今からさ STU のやつで、あのプレゼントのルールが10万円になりました、限度額が10万円になりましたってなったら、やらしいでしょ。ちょっと跳ね上がったら、ちょっとやらしくない、ちょっともう無理じゃない。板橋さんありがとう、アラフィさんありがとう。そう、行方不明の太鼓の達人やりたいのに、バチが当たりますね。うまいね。絶対言われるよ。絶対言われる、ツイートのとこで。なんかフラワーフェスティバルもさ、発表がまあ遅かった。私もそうそうね、まだないのかなとは言ってたっちゃ言ってたけど、もっとなんか STU のツイートで、もっと早くならないんですかみたいな、なんかもうバイト、なんかもうなんか会社のあれも出してるので、もう帰られませんみたいな書いてる人いて、そうだよねって思いながら、でもこれは STU だけの問題じゃなかったし、フラワーフェスティバル STU だけがさ、 STU だけの問題じゃないだろうなとか思いながら。リザードンエラーカード5000万、びっくり。1万円くらいのボーダー、なんかね、ギリギリいけるっていうのあるらしいよ。なんかよくわかんないけど、10年前に戻って金の小判くれたい。金の小判、10年前、私が10歳の時ですか。仕事お疲れ様。テシングさんハートありがとう。ね、休み取れないのは分かるけど、それは分かるけど、ね、公演とかもね、ちょっと前早くなったと思ってんだけど、ね、今金の価値10年前の10倍だからっけ、だから金の価値10年前の10倍。お金持ちじゃん、お金持ちだったんだね10年前は。10年前は、なんか言い方が変になっちゃった。
価値が上がる前に遅れて届いてから価値上げられるものを送りたい。いいね、ナイス。あ、今日誕生日です。直太郎さん、直太郎さん、直太郎さんだよねきっと。19歳おめでとう、ハッピーバースデー直太郎、ラストティーン、ハッピーバースデー直太郎、ラストティーン、ハッピーバースデーディア直太郎、ハッピーバースデー直太郎、ラストティーン、楽しんでラストティーン。二十歳になる、私は二十歳になりたくなかったんだけど、まあなって後悔はしてないんですけど、てかもう絶対なるので後悔とかなんもないけど、楽しんでラストティーン。いいね、お誕生日おめでとう、メロンメロンメロン。安否にそんなん直で。シンの声似て早い方、あ、やったね。ハッピーバーたまや、4日の公演昼夜両方行けるようになりました、イエーイ。金 1、2年前4000円、今9700円。すげえ。あ、そういうことだから、今の方が金貨の値段が高いってこと。前買い切りました、切ってない、切った切ってない。アンナのプレゼント聞きたいけど、どういうこと。アンナのプレゼント何がいいかみたいな、送るの何がいいかってこと。クワスでいいよ。明日ボーリングですよ、練習しよう。小出しじゃなくて前の月の墓場ぐらいに次の月の公演の予定全部出してほしい。いや、それはわかる、それはわかるさ。な、マジ私もそう思ってる。私も気になる。ダーラック、センキュー、グッドガール。めっちゃ高くなってて喜んだ。おお。まさかまさかの急展開。じゃあクワッスが大好きです。顎なでなで。確かにメンツっていうか、誰が出るかって大事じゃない。それは大事だよね。推しが出るか出ないかめっちゃ大事。まずそれ本当に大事だよね。本当に大事です。コスメもダメなんですよ、STU。ディフューザーはいいらしい。ダメもいいらしい。そうね。ヒロナーさん、試験ありがとう。フェスは特に早くメンバーを出すべきだと思います。確かに。フェス高い。あ、フェス、やっぱね、値段もしますからね。似て出た出演メンバー予想ゲームしてるもん。おもろい。確かに確かにそうですよね。私も予想ゲームしてるもん。次の花だれは私出ないと予想してます。まあ出ないっていうか出ないでしょうね絶対。そんな感じでみんな考えるよね、みんな詳しくなるよね。あそこのポジだからってことはみんな考えるよね。そう、四国でも安否出ない時あるしね。そう、今まで出てたんですけど、そうね、アンダーができたので得を積むといいカード出るよね。そう、ゴミ拾い、そうね、ゴミ拾い頑張るわ。旅行も目的よりメンツ大事。まあ確かにね、確かに。そうめんもメンツが大事、確かにそれは大事だ。今部屋の湿度は 73% です。この子生誕だからあの子は出るかなとか、ああね、あるね。あ、確かに確かに確かに。もうサラピの生誕祭、私完璧に出ると思ってて出る準備してた。全然自分の名前なくて泣きました。なんでと思って。企画的には出れたんですけど、見切りかな。あのね、あのなんだっけ、体調不良かな、泣いた。ポロリポロリ。なんかでも、で結果的に出れてよかったって言っていいのかちょっと微妙、なんかそんな大きな声では言えないっていうか、なんて言ったらいいんだろう。そういうことですけど、なんかその時は
舞台終わってたのに舞台で日程取られてるから出せれないんだよねって言われて、え舞台終わってますよって言ったんですよ。けどでも舞台でになんか一応なんか撮ってるからその日にちはみたいな、えでもその間にお仕事入ってるのにこの日は舞台で撮ってるってどういうことなんですかってって言って、でも出せれないよって言われて、うーんと思って、ヒデさん静かありがとう、頑張ったんですけどね、ダメでした、頑張ったんですけど、アンピの部屋のゴミ拾い、いや今ゴミないマジで そう多分ね無理やりすぎる、だって他の私さ勝手に出たらあかん出れないよ。そうね、フェスのメンバーもね結構私たちもね全然知らないんですよ、うん、いいん、まあね公演がそんなにないから私が出たい出たいっていうのも言えないしね、公演がたくさんあったらいいんだけど、でもフェスじゃない、夏のツアーがあるから楽しみ、全部は出れないと思うけど、どんな感じになるのか分かんないけど平等になるのかなって思っているので、予想では。うん、おう待ってください、フェスのチケット、あーありますね、毎週広島に私どっちで遠い夢の中なら、フェス最近ユニットで出るの多いね、確かに多いね、マイカー多い気がするね、次のやつもマイカーさんだったよね、近く帰れたらいいな、初見です、ありがとう、マイさん初見ありがとう、エステフォテトカマタナです、今Today アナちゃん、 Oh no スリーピング、あー遅く起きた、万能具いいね、めちゃと鳴らしてた、ノー早起き、ノースリーピング、あ、間違えた、めちゃくちゃゆっくり寝た、1回目ホームありがとう、こんにちは、
前髪が嫌になってきた。やばいやばい。いや気になってきた。アンナがいないとなのでありがとう。ラブユー。いてててて。髪の毛が巻き込まれたよ。今日広島ホームですか？ホームっていう言い方するのか知らないけど。意識は松田スタジアム？そうなんだ。ということで、そろそろお知らせタイムに入りたいと思います。まずはお知らせ。オンラインお話し会が行われます。その前に直接お話し会も行われます。6月24日土曜日インテックス大阪でにて直接会えるお話し会があります。 1、2時間目、今んとこ完売してない予定なんですけど、18時から申し込みで、もしかすると完売してたら嬉しいんですけどね。してるかもしれない、わかんない。ギリギリしてるかしてないか、してるかもしれないです。そして7月17日月曜祝日256、そして1時間目完売目指しています。ぜひこの再販で解明できたら嬉しいなとか思ったり思わなかったり思ってます。待ってます。以上、川又アンナからのお知らせです。ここに行こう。あと他のお知らせはないです。なので皆さんからのお知らせ教えてください。皆さんからのお知らせはありますか？今日はオレンジビークです。見えにくいよね。冷蔵庫のやばいものの紹介お願いします。いた。6月3日、あー切れてない。賞味期限切れてない。ナッシングトゥーマッチ。会場万全なので週末よろしくお願いします。よろしく。めちゃかわいい、ありがとう。あさって昼公演行くね、ありがとう。楽しみな広島行ける週末がやってきました。よっしゃーよっしゃー、我らが STU。 アンナさんからメールで、今日も一日頑張ります、お疲れ。1時間目1枚だけ当選しました。 あらあら、ねむねむにゃんこー、あいすき焼き幸せだねー、幸せ。明日あさってぶち上げようねー、打ち上げ花火。あらあら、15時頃、あらあら、風気をつけて。6月4日昼の公演後ろの方で見ます、ありがとう。いい感じいい感じ、どうですか。いいね、オレンジメイクです。ポジティブに生きられるように頑張ります。ポジティブポジティブ。ちっちゃいことは気にしながら、マクチコマクチコ。エッセルスーパーカップいいね、おいしいね。安否さえいれば幸せ幸せ。幸文化トゥデイ、恋に行くクソ迷っています。私のペンライトカラーにしちゃえ。水色紫どうですか。
ファンの方でね、そうやって来てくださる方いるんですよ。ペンライトカラーでとか、あとはあとはって言ったけど何もなかった。野村さんハートありがとう。復活バーガー平成のやつですか、美味しそうだよね。マック行きたいんですよ。ずっとタイミング失ってる。あれ食べたかったのにもう終わったから、もうなんか悲しい。初見ありがとう。ミケールさん、バリーさんありがとう。読み方絶対違うよね。ありがとう。卵ダブル美味しそう。エッグ。 Let's speak English. Let's speak Japanese, please. マック宅配すればいいやん。んー、令和価格だったびっくり。マックは平日の昼間行きたいね、学生がいない時間に。My name is Anna Kamata. Nice to meet you. Nice to meet you. I live in Hiroshima. Ah, Sutaba no Setouchi Lemon Frappuccino. 気になる。違う英語。パイキャいろいろ攻めてる。あ、そうなんだ。今なんか瀬戸内レモンだよね、多分。かまた。かわまた。かまたじゃない。No, no, かまた。かわまた。yeah. タルタルベーコン、てりたま食べましたか？食べてないけど食べたいね。美味しそうだね。めっちゃ早口になっちゃった。お腹が空いたら、焼きおにぎり。今日って暑いよね。湿気があるからか。かまった。食わせた時はワンちゃん出てきます。出てこないよ。ということで今日は終わりたいと思います。今日の配信はこれで終わりです。なので明日の配信見てください。明日の配信は昼と夜ぐらい、わかどんな予定なんかわからんけど、わからないのですが、よろしくお願いします。配信見てくださりありがとうございます。雨が止んだら暑くなってきました。そうだよね。ではまた明日。てるちゃん明日も晴れにしてね、お願い。今から晴れるよ。お疲れ。藤田さんお疲れありがとう。では13位、ナオトモ。12位、クリオネ。11位、メミフィ。10位、サンピ。9位、ドグラス。8位、ユイタロ。7位、トンちゃんです。6位、片思い。片思いの入り口。5位、オカピ。4位、しおり。3位、キコリ、スキピー。2位、オーツ、スキピー。1位、ポケレンバスラン、大好きピー。ありがとうございます。広島マックあるのっていじられてたってことかな。広島さん、オーツ、ありがとう。オーツ、では皆さん仕事お疲れ様でした。メール送ります。ありがとうございました。バイバーイ。はい。